イメラジオ第4523回、今日は令和5年1月18日水曜日です。時刻は午前9時半、横浜港北、水曜の朝来ました。朝の9時半、太陽が東からぐんぐん昇っていて、港北の街を照らしています。だいぶ空も晴れてきて、今日はお出かけ日和ですね。お昼からは山手歩いていきましょう。さて、4523回目の夢ラジオ、今回は丸亀製麺の魅力、こんなタイトルでお話しましょう。丸亀製麺の魅力、肉食をしない私も丸亀製麺は何回か行ったことがあります。手打ちのうどんが美味しいですね。あと、いろんなサイドメニューが選べる。しかもうどん茹でてもらってる間にそのサイドメニューをいろいろ選べる。というより茹でている間の時間、どうしてもじっと並んで待ってるうちに何かしら天ぷらとか、あるいは卵とか、そういったものを取りたくなりますね。2000年頃の創業で、香川の丸亀市とは関係がない、兵庫の加古川で始まった会社です。丸亀製麺の何といっても特徴は、どの店舗でも製麺やってるってことですから、その麺を作ってる、それが見れる、これも食べる側としてはなんとなく味が美味しく感じられる。あの場所で売ってるあの出来たての麺が今茹でたてで上がってきて、しかも丸亀と名をつけてるだけあって、さぬきうどんのコシですね、あれが丸亀製麺特徴になっています。お値段はそんなにしないんですけど、けれど打ちたて、茹でたてのうどん、しかもなかなか首都圏では食べられないコシの強いさぬきうどん、そしてトッピングでしょうね。トッピング、あのサイドメニュー、あれで稼いでると思われます。うどん作って茹でて売るだけでは、これだと300円ぐらいになっちゃって利益は出ない。コロッケとか野菜天ぷらとかエビ天とか、しかもこの天ぷらもやっぱり揚げたてが出てくる、これがいいですね。なんか時間が経ったような天ぷらだと取る気がしないんですけど、今すぐ揚げたばっかりです、今すぐ茹で上がったばっかりです。これだったら少々並んでも食べようかなと。しかもまあ普通のうどん、そしてサイドメニューいくつか取ったとしても600円700円700円、いくかいかないか、これだったらランチメニューの価格としてもまあ手が出せるというか、気軽にいける。そしてお味はチェーン店なだけに、いつでもどこでも美味しいと。ただし店ごとに製麺機使って茹でてるわけで、しかもあの揚げるのもやっぱり店ごとに揚げてますから、丸亀製麺でよく言われてるのは、まあまあ味はどこもかしこもしっかりはしてるけど、微妙に店ごとに違うねと。普通チェーン店ではこの味が微妙に店ごとに違うっていうのを
まあ、嫌うわけなんですね。それをマイナスと捉えるというか。けれど丸亀製麺はむしろそのお店ごとの違いを楽しんでください、お店ごとで麺を作ってお店ごとで天ぷら揚げてますから、やっぱり味の微妙な違いが出てきてしょうがないんです、そこを味わってください、そんなスタンス、これはこれでむしろそのお店の独自性を高めますよね。おうどんをもらう前に行列を作る、日本人は行列好きですから、ああいう行列作ってもそれでもなんかうまいのが出てくるんじゃないか、しかも安いとなった場合、丸亀製麺ヒットしました。さっきは兵庫の加古川でと申しましたが、もう今では東京歩いてても横浜歩いてても丸亀製麺あちこちで見ますね。おそらく大阪や京都他の町でもそうでしょう。本場の丸亀からは、あるいは香川県全体からは、この丸亀製麺は敵視されているようです。なんか気持ちわかりますよね。なんでうちとこの名前使うんやと、加古川製麺にしろやとか、なんか。けれどまあ群馬で始まっても築地銀だこなんですよ。それはね、どこの地名をその店名につけるかは自由です。もっと言えば千葉の浦安にあったって東京ディズニーランドなんです。丸亀製麺の魅力、もう日本全国に店舗は1400ぐらいあるんじゃないでしょうか。まああっちこっちで見ますね。でコロナで飲食業界は打撃受けたんですが、この丸亀製麺はいち早くうどん弁当っていう390円というすごい価格で、あのおうどんと天ぷらが2つか3つ入ってるっていう、あれが受けましたね。この辺商売上手なんですよ。ピンチをチャンスに変えるっていうんでしょうか。飲食業界今どこもかしこもへたってるんですけど、この丸亀製麺ここは元気ですね。特にあのうどん弁当、あれはすごかった。で一口にうどん弁当って言うのは簡単ですけど、あの容器の手配から、あとメニューの決定から、そしてそれを各店舗に伝えて同じ商品をクオリティ維持しながら出す、しかもこれまでは店舗で来たお客さんに出すっていうのをちゃんと詰めて出すっていう、その工程を徹底させたのは見事ですよね。口で言うのは簡単だけどなかなか難しいんですよ。あの飲食店がテイクアウトもやるっていうのは、それだけ人件費もかかる。丸亀製麺、まあ何回かは行ったことがあると申しましたが、まあ私は基本的に外では食べないので、まあ何回かでとどまるし、これからもあんまり行く予定はありませんが、ああこういうお店はこれからも支持され流行っていくだろうなと、地元の丸亀とあるいは香川県とどうやって今後折り合いつけるか、大きな会社になったんだったら丸亀に丸亀製麺の名前は出さずに何かしら貢献するような、そういうそっと地元にアピールっていう、こういう方法もありかもしれませんね。夢ラジオ、今回は丸亀製麺についてお話しました。朝の放送はここまでです。